時時代代劇を見ていたり、まあ、時代小説、歴史小説を読んでいたりすると女性特有の病気について「血の道の病」っていうようなね書き方をしているそんなような言い方をしているというのをご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。あの私非常に丈夫な方であまりその手の病気になったことはなかったんですがただ一度だけ、えー、子供を産んでだいぶ経ってからですね えと2013年のことなんですけどねなんでこの割と正確に覚えているかというと2013年の10月ぐらいなんですよその頃私あ私その翌年ですね2014年に、えー、初めてホラー小説や怪談の本を出すことになっておりまして原稿を一生懸命書いてたんですね。 あの『高裁道』というとこ『もののけ文庫』というのをね「高裁道出版」ってところが出すことになりました。でそこの「もののけ文庫」からあの「赤い地獄」という本を上司したんですけれどもそれのまあ原稿を書いたり取材をしていたりしたのが2013年のことだったんです。であのまあその小説がメインなんですよ。 その赤い地獄のこう冒頭のね一番最初の話というのは書き下ろしになったんですね。でこれがね何て言うんでしょうその頃私非常にこう若くして志半ばにして亡くなってしまったあの女性たちの無念や怨念ということについてよく考えてたんですよ。と申しますのも、えー、これは本当に私の個人的な体験なんですけれども。 うん、あの女優やね、えー、タレントさんのようなことをしている方ばかり7人も立て続けにあのお亡くなりになりましてね、まあ、立て続けにっていう言い方が正しいかどうかはともかくそうですね2001年か2002年ぐらいからずっとその毎年のように くくなっていくわけですよねそれも女性ばかりみんなあの女優さんであるとかね亡くなるわけですねですごく悩んでしまったというかね「私ばかりが生きてるなと」となぜ私だけこうやって生かされてるんだろうと。 本当にあの生かされてる命というような言い方ありますけどまさにすごく実感したんですね私は本当に生かされてるんだな私があの彼女たちよりも何か優れたところがあったかいやないなというふうに思ったりしましてねであのそのふうにも命を落としてしまった女性たちについてすごく考えてたそれにねあのちょうどその頃なんですね 事件がありまして2009年頃に自主制作の映画で共演した女優さんがあの殺人事件に巻き込まれてお亡くなりになったんですね。でニュースに流れてでまたあのすごくこう私はだから彼女たちの,この無念を晴らすような内容のものを書かなきゃいけないなというふうな 使命感というかね何かそんなようなものに深くとらわれてしまったんですね物書きとしてそれがいいことか悪いことかとかそんなことはまあさておきですねそんなふうな気持ちがありましたでそれで一つのストーリーを考えたこれはあの無念にも亡くなった大勢の女たちのこの集合霊のようなものが一種のモンスターになって ふさわな男たちをまあ罰すると言いますか何か襲うというようなねまあホラーなんですよねホラー小説ホラー短編なんですけど、まあ、そういうストーリーを考えましてそれをまあ夢中になって書いていたんですでその2013年10月のある夜ですね、えー、一人で家の食堂のテーブルでパソコンを広げて書いていた。 でね夫は帰りがもうすごく遅いっていうふうに聞いてたんです子供はまだ幼くてもうとっくに寝てましたでそろそろ疲れてきて夜のそうですね深夜11時ぐらいだったかなと思うんですけれどももうここらで今日は切り上げて寝ようかしらと思って。 そこの電源を落としたんですねすると画面が暗くなったその暗くなった画面に私の後ろに裸の女がが立ってるんですよそれが一瞬映ったんですね映り込んだというか「えっ!」と思ってもうびっくりして椅子から転げ落ちましたあの文字通りもうこう驚いてわっとこう振り向きざまに立ち上がろうとしたらよろけて転んじゃったわけですね。 で床に尻餅をついて見てみるともう誰もいないわけです。でまああののの書いてたものの内容がでですでしかもずっとそんなことをうつうつともう何ヶ月も何ヶ月も考えていた挙句なのであだから見ちゃったんだろうなとこれは幻覚だなと疲れてるしというふうに私は思ったんですよ。 まあ、私はねこう階段書いてますしあの皆さんからこう幽霊見たこんなもの見たってお話を伺うとそれをね疑ったりはしないんです。であの見た方の気持ちになって書くことがとても大切だと思っていてあの決してこう対立したり「こういやそれは違うんじゃないですか」というような打ち消すようなことを言ったりはしないんですよ。実際信じるんで,すでもね自分の体験については割と懐疑的で。 あの案外とねそこはこう合理的に考えたい方なんですよねだからそんなにあの怖い方には想像を働かせませんでしたまあ,あの気のせいとかねあの幻覚だとかいうふうに思うようにしてたんですよ。ところがねその寝る前ぐらいからですかねあのまあ微妙な話なんですけれども生理でもないのに。 大量に出血してしまったんですねでもまああのまあ生理不順なんてことはあるかもしれないと思ったんですよねで、ところがこの出血が非常に量が多くて10日も続いたんですよでもう40過ぎてますしねだんだん生理も軽くなってきててしかも生理の時期ではなかったのでもしかすると病気かもしれないと思って で婦人科ででで見てもらうことにしたんですで病院に行ったで見てもらったんですねで子宮の中をねこうプローブっていうんですけどねこうなんていうでしょうあのちょうどレジなんかのねこうバーコード読むみたいなあれをこうお腹にゼリーみたいに塗ってこうねお腹をサッサッとしてこう子宮の中どうなってるか見るわけですよね。でそうするとねお医者さんがね「あれ?」って言うんですよ。で顔色変わってるんですね。で私はてっきりあ これはもう何か悪い腫瘍ができたとか何か大変な病気なのかもしれないと思って「え何かありました?」って聞いたら「いやなんか袋ができてますよ」って言うんです。え袋ですかいや大きいですね。なんだこれは。で私もその画像を見せてもらったするとねそうですねほんとみかんみたいな大きさのあの丸いものがね子宮の中にできている。 で一箇所ビリッと破れちゃってるんですけどそこから紐がシューッと出ていてこの紐がねじねじした変な紐なんですね。でお医者さんが「なんだこれへそのみたいだな」。で「もしかすると異常妊娠かもしれない」というふうに言われました。それでいろいろ検査したらね「妊娠じゃないんですね。妊娠ではなかった」。じゃあ腫瘍かっていうと「腫瘍でもない」。 で、あの子宮の内膜が飛行してるからあの子宮内膜増殖症なんじゃないかな子宮の内膜が分厚くなってしまうようなそういう病気があるそうなんですけどそれでまあたまたまこんな変な格好になったのではないかでもよく分かりませんさらに検査しましょうというようなことだったんですでまあ何べんかそれまでにも23回検査してるんですけどまた検査ってことになったんですねでわからないんですよ で家に帰った相変わらず原稿はね書かなきゃいけないあの小説の続きですねであの女のモンスターが出てくるやつ一生懸命書いているで夜が更けてきましてまた私はこの辺で仕事を終わりにしようと思ったで家族がねお風呂入るわけですで私は何しろ出血してますし一番最後に入るわけですでもうみんな寝ちゃって ああこんな夜遅くに入るのなんかこの間お化けみたいの見ちゃったから怖いなとかまあ思うわけですけどでもあれ以来何か見えたわけではありませんしでお風呂に入ったんですちょっとね疲れてて、まあ、病院に検査に行ったりしましたからねでお風呂の中でうとうとしちゃったんですねでうつらうつらしてあいかんいかんと思ってふっと目を覚ましたするとねお風呂場のねこの。 タイルの床にですね足があるんですよあれこう横に足があるのが見える視界の端に入ったんです足だ女の足だな裸の女が横に立っているようなんですよ色が白くてね いいやむしろ血の気がない真っ白な新小細工のようなムチっとしたきれいな足なんですけどえっと思って上の方まで見ようとした時にうっとこう差し込みが来ましてで何かこう下腹でこう弾けるような。 異様な感覚がありましてでするともうあの中から大きなものが出てきたように思ったたちまちお湯が真っ赤に染まりましたでもうあの血の塊が出てきたんですねまあ非常に気色の悪いもんですよ自分で血の生き地獄作っちゃったみたいなね でまあそれをまあ、なんとか出血しながらもきれいに掃除をして、まあ、手当てして寝て翌日すぐ病院に行ったんですですぐ検査してもらいましたねでそうしたらねおっさんがね「あれ?」って言うんですよ。で私は実際ねこうその日の朝からですねもう出血してなかった。 何事もなかったかのように痛みも全くなく治ってる感覚があったんですよ。だからひょっとしてこのあれは治ってるっていうことなのかなっていう予感はあったんですけどその通りで医師さんがおかしいな。きれいさっぱり何にもなくなってます。感知してますよ。こんなことってあるのかな そんんなふうにおっっしゃったんですよね私はね何かこう悪いものが全て自分の体の外に出ていってしまったような気がして非常にすっきりしたんですでもね気が付いたらあれ以来ずっと階段を書き続けてるんですよねなんだかこう彼女たちの死にね今でも私は とらわれてるような気もするんですよ <noise> ありますね <laughs> ありますえっ、ー、とまず取材中に不思議なことが起きるということがあるんだなということがわかりましたというのはあの実際に何か体験された方のお話を これほどたくさん聞くようになるとは、まあ、最初のうち思ってなかったんですよね。であのまあ本当手探りで始めてでまあこのコロナ禍のせいもありましたけれども電話インタビューを盛んにするようになってで電話の良さというのはあの全国津々浦々場合によっては海外からもねあの海外にお住まいの方からもねお話を伺えるのが良いところなんですよね。 それでまあ効率よくたくさんインタビューを取れるようになったわけですよ。で、そうしたらね、結構、月に15人とか20人とかかなりな人数をインタビューするんですけど、1か月に1回ぐらいかなぐらいの割で、結構な高い確率でインタビュー中に何かしら起きるですね。はい。 えー、あります。